はい、皆さんこんにちは。この映像はゴールキックからのビルドアップ、ベースとなるフォーメーションは1343、相手のフォーメーションは14132になります。それでは解説を始めます。相手が2トップということで、ゴールキーパーの横に2人つきます。4番の位置をポジション確認してください。相手のユニットはこのような形になり、青のスペースが空いてきます。また、水色のところでは相手のスペースが大きくなりますので、そこを有効利用できるといいかと思います。相手からのマークはピンクの矢印のようになりますね。相手のラインはこのような形になります。ボールを配球して、相手が縦を切ってきましたら、このピンクでボールを受けるようにしましょう。このポジションが大切になります。ターゲットとワイド、常にポジションを取りながらプレーを選択していきましょう。相手の状況に応じてはサイドが空いてきます。有効利用していきましょう。ピンクでボールを受けながらターゲットとワイドのポジションを取ります。ボールを縦に配球していく意識をしっかりと持ち、青のスペースを意識したプレーを考えていきましょう。ターゲットとワイド、常にポジションを取りましょう。ピンクのエリアでボールを受けること、さらに相手のラインを突破することを確認しながらプレーを選択させるようにしていきましょう。サッカーではやはり相手の裏、点を取ることを意識しながらプレーすることが大切になります。前にスペースがあれば前にボールを進めていく、これはプレイヤーの判断となります。それでは 3D を見てみましょう。次の場面はボールホルダーに外誘導してきた場面となります。このようなパスコースが切られて、相手のラインはこのようになります。ターゲットとワイドのポジションをしっかりと取りましょう。ボールを積極的に前に動かす、ラインを突破するという選択肢がとても大切になります。ボールをどこに配球してもいいですが、ゴール方向にしっかりと進めていきましょう。ピンクのエリアへの配球を意識しながらプレーを選択していきます。ポジションを取ることが相手を引きつけることになりますので、しっかりとポジションを取るようにしましょう。相手の間、相手のギャップ、こういったところをつくようにしていきます。ピンクをつきながら青をついていく、ターゲットをつきながらワイドをついていく、このような発想が大切になります。空いているスペースを有効利用して攻撃を進めていきましょう。それでは 3D を見てみましょう。はい、次の場面は相手がダイヤモンドでポジションを取ってきた場合を説明します。このようなユニットになり、当然サイドが空いてきます。サイドを有効利用していきます。ボールを素早くサイドに配球し、青にボールを進めていきましょう。ピンクのポジションで
ボールを受けるようにしていくと、ボールを動かしやすくなります。相手のラインを意識してボールを前に進めましょう。スペースが空いていればボールを運ぶ。これはいつでも大切になります。ピンクのエリアでボールを配球できるように、ターゲットにボールを配球できるように準備しましょう。前にパスができましたら素早くサポートし、ボールを受けるワイドのポジションをしっかり取りましょう。相手を引きつけるとサイドにスペースが空いてきますから、有効利用していきましょう。それでは 3D を見てみましょう。次は相手のシステムに対して青のチームが積極的にポジションを取ってみた場合を説明します。相手の対峙として青のところでは数的同意、赤で数的優位、オレンジで数的不利という形になります。青のスペースでボールを受けることを常に考えていきます。ゴールキックから素早くサイドにボールを配球します。相手のラインを確認しましょう。スペースが空いていればボールを進める。ピンクにボールを進められるようであれば、ボールをピンクへ進める。ダメであれば、ワイドにボールを配球する。素早く判断していくことが大切になります。状況を必ず把握し、ボールをもらう前に周りを確認し、プレーを選択していきましょう。ターゲットにボールを配球すると、相手が集結してきます。空いてくるスペースを有効利用していきましょう。ピンクのエリア、ターゲットを積極的に狙いながら、青のスペース、ワイドを使っていきます。それでは 3D を見てみましょう。次の場面は4番のポジション、2番のポジションを変更してボールを動かしていく。右サイドに数的優位を作っていく方法を説明していきます。このように青のスペースで数的優位を作り、フリーな選手を作り上げます。相手のラインを意識しながらボールを前に前に進めていきましょう。積極的にポジションを取り、ピンクのポジションでボールを受けるようにしていきましょう。ボールを前へ前へ、安全に確実にボールを進めていくことが大切になります。ピンクのエリア、ターゲットを意識していくプレーもとても大切になりますね。それでは 3D を見てみましょう。次の場面は相手の中盤のプレイヤーがワイドを意識したポジションを取ってきた場合を説明します。水色のスペースが空いてきます。有効利用していきましょう。相手が外へ誘導してきましたら、青のスペースが空いてきますので有効利用していきます。ボールを前に進めていく、運ぶ、パス、有効利用していきましょう。ターゲットとワイドのポジションをしっかりと取りながら、その状況に応じてボールをゴールに進めていきます。
アイデアをしっかり出しながら、その状況に合わせてプレーを選択していきます。ターゲット、ワイドをしっかり意識してボールを前に進めていきましょう。それでは 3D を見てみましょう。これにて今日の動画を終わりにします。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。動画を見ていいなと思いましたら高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。皆様の高評価、チャンネル登録が動画を作る心の支えとなっております。ぜひよろしくお願いします。